はい、今回は引き続きイベントのストーリーの方を見ていこうと思います。はあ、こんな感じか。ん？トレーニングマシンが置いてあるけど。若し、何の勉強やろ。トレーニングしながらやってんの。めっちゃ器用やん。やるじゃねえか。面積的な感じでしょこれ。ありがとうございます。あ、やっぱチリだよね。なら、めっちゃ器用にこなすな。でもよ、確かにそうだよね。やっぱ いえ。あ、だからトレーニングしながらお勉強してたのか。へえ、そうなんだ。へえ、確かにそれいいね。ん？なんか聞いた瞬間びっくりしたけどね。いいの？なんか今度やってみよっかな。なんかあの、へえ、できる？本当に。ああ、これ案外むずそうだよ。よっしゃ。同じことやってる人がいる。ほら多分ね。そう、もう剣屋さんだけではないと思うよ。やっとるな。よし、なんか自分でもなんかこれ勉強になるわ。なんや。してますよ。はい。文武両道ね。いいぞ。なるほど。ああ、なんか何気にわかる気がする。へえ。はあ。財前。まあそうは思いますが。なんかトレーニングしながらテニラビやったことあるけど、もうめっちゃむずかったで。まあ努力のじゃなくて、努力じゃないか、読書か。読書なら多分できるだろうけど。めんどくさ。さあ財前どうする。おい、何？ああ一応多分やるんだろうね。なるほどな。うちもまあ筋トレはしてますけど、なんかイヤホンを持ち歩かないので。ちゃいます。ああなるほどね。あんなしのこの言っておきながら実はやるんですね。図書館？乾先輩。ところで、なんかの本を選んでるんだろうな。
わかった。おお。ああ、問題集ね。ああ、確かになんか勉強になりそうやわ。うん。ねえ、乾さん中3だよね。なんで中学1年のやつを。ああ。ああ、だからか。ああ、びっくりした。確かに、カラコル大変そうやな。いや。なるほどね。まあ、人によって教え方も、まあ、違ってはくるからな。へえ。動物の形の暗記カード。うん、結構見かけるね、やっぱ。うわあ。猫の丸の、確かに可愛い。つーか。あー、猫飼ってるん。うん、それは欲しくなるよね。可愛いのは欲しくなるわ。うん、確かにな。そうですね。確かにいいね、こういうのね。確かに、まあ自分の努力次第でわかるよね。そうだね。やっぱそうだね。もういろいろ覚えなあかんし、結構大変だもんね、テストってなると。どれ？へえ。ああ、あれか。あの、なんか隠すやつでしょ、あれ。いいじゃん。これね、たまに使ってたわ、学生の時。ですね。やっぱにゃんこちゃん欲しいんだ。あの、確かにね、やっぱテストだから勉強せなあかんだからね。でもこのパターン一番きついやつだ。赤点取ったら補習ってなんかきつね。もう嫌やわこういうの。じゃあなおのこと勉強しなきゃじゃん。ったく。確かにそうだけどさ。鉛筆？まあ。ということで、まあ今回はこれにて以上にいたします。チャンネル登録と高評価まとめてよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。